ハローン。今回は生活保護スレを紹介するよ。2022年2月3日。生活保護受給者 Y の人生の楽しみがこちら。毎日狭いワンルームに引きこもって部屋でピコピコゲームしてるだけ。何のために生きてるのかもうわからんなそれ。今20歳くらいの大学生いたらお前らもこんな惨めな人生になるなよ。最新ゲーム機揃えて金持ちやな。生活保護費ですぐ貯まる金額やろ、こんなもん。めっちゃ羨ましい。給付金もらえるんでしょ。もらえる。だから先にスイッチ買ったわ。PS5 は生活保護受ける前から持ってた。月いくらもらってんの？11万。終わってんな。おう。Y 大学生やけど、惨めとは思えんわ。羨ましいで。世間体にする必要がないなら最高の生活や。惨めでしょう。俺も10年前大学生だった時に南 J で無職のおっさん見下してたが、自分がそうなるとは思わんかったわ。Y も仲間ですぞ。毎日フルタイムで労働してこれよりもらえないやついるらしいな。さすがにそれは最低賃金違反しとるやろ。週3日で辻褄が合う。13万もらえるのええな。家賃除いて13万やろ。大学時代の Y の仕送り額よりも多いやんけ。家賃含んでます。生活保護ってゲームプレイしていいんか。いいよ。 Y もや、毎日エイペックス三昧。なんで働こうと思わないの。逆に働きたくなる理由とかあるん。というか、俺生活保護受けてた期間より働いてた期間の方が長いで。単純に暇やろ。ゲーム以外に何やってんの。動画見る、筋トレ、やな。つまんなそうでくさ。何が不満なん。強いて言えばレールから外れず世間堕落、普通に人生歩みたかったや。ええやん、刑務所行くやつより賢いし偉いわ。生活保護は悪という風潮はなくさんといかん。万引き一つすらしたことないわ人生で。法を犯すことは絶対しないから安心しろ。嫌悪感しかないけどな。その考えを改めた方がいい。いつ何時どんな理由で福祉の世話になるかわからんのだから。生活保護費を貯金したらダメなんやぞ。てかお前生活保護役やな。生活保護受給者証見せてくれんのか。マジやん、すっごい。ちなみにゲーム機はケースワーカーから何も言われないんか。ケースワーカー来たら隠してるんか。何も言われない。生活保護受ける前にゲーム売らないといけないか聞いたら、売らなくていいとケースワーカーに言われた。楽しそう。おはよう。趣味があってええな。Y の楽しみは浅い睡眠で昔の思い出夢で見るのが楽しみや。いつも起きたら虚しくなって泣いてる。ブラック社畜よりはるかにマシに思える。ほんま家族の対面とつながりだけでブラック零細で働いてる。羨ましすぎる。社畜の Y は据え置きゲームする暇なんかないで。羨ましいって言ってるやつ多いが、実際なると虚しさと不安でやばいで。イケメンなら頭悪くてもモテたのにな。びっくりするくらい生ポになるやつって容姿も醜いよな。まあだから生ポなんだろうけど。イケメンは紐になってるんやろ。国が金出してるか、女が金出してるかの違いだけ。24歳発達障害生活保護引きこもりや。一致と同じような感じやでー。若いし希望あるやん。希望なくても希望持つ幻想を抱ける。ゴミが若者の将来語る権利ないから。おはよう。手取り19万以下の人はみんな生活保護受けるべきやわ。それだけの価値がある。ほい、これが Y の給料ね。ひええええ。しょっぽ。日給40円。君のは働いてるって言わんやろ。コンビニ寄ったらすぐ消えるじゃん。こんな世の中になってしまったんだから生活保護も全然ありだと思うよ。単に税金溝に捨ててるだけなんだよな。科学技術なり公共工事は納税者にリターンあるけど生ポはほぼゼロや。金一切使わんかったらその通りやけど、こいつが物買うことによって一応経済回すんやで。じゃあ二次定期。低賃金で働くより働かずに低賃金の方がいいし賢いと思うで。まあ人生つまんなそうだけど。死ぬまでゲームとネットしかできない人生とか地獄やろ。ゲームとネットしか趣味がない陰気もおるやろ。やりがい搾取するような企業があるからこういうモンスターが生まれるんや。仕事は人生充実するためにあるのに。かわいそう。生活保護って親族いても通るの？通る。ええなぁ、でも一生受けれるわけやないんやろ。一生受けれるけど、生活保護制度そのものが破綻しない限りはね。でも、生活保護制度がどうなるかなんて先のことは誰にもわからんやろう。安心しろ、氷河期世代が老齢に達する頃には間違いなく破綻する。そうなったら犯罪者増えて楽しみだな。
日本がこれだけ貧しくなってるのにいつまでも生活保護があると思うなよ。マジで。ワイも働きたくないもん。生ポスレで関係ない底辺発狂させちゃったじゃねえか。一致責任取れよ。生活保護が恵まれてるんじゃなくて労働賃金が少なすぎる。生活保護羨ましいって言葉が出るほど低賃金仕事がある社会が終わりや。生ポもらって世間からバッシングを浴びながら好きなことして生きるニートと、高くない給料もらって上司からバッシングを浴びながら好きでもないことをする社会人。お互いに憧れを抱くこの矛盾よ。2023年12月3日。Y の今月の生活保護費がこちら。ちなみに、普段は保護費11万円。12月と冬場だけ重なり。すげえ上級国民やんけ。最下級やろ。就活意思を公務の担当に見せんとあかんのやないか。誰にそんなこと聞いたの？生活保護の実態知らんやろ。やる気ないケースワーカーが大半で何もしてなくても野放しなのが現状。いいなぁ、こっちは就職圧すげえわ。年齢によるかな？何歳？就職圧はあるぞ。仕事探さないと指導かけるとか3年くらい前に言われたけど、結局口頭指導すら入ってない。裏山。こっちはハロワの就労支援員と話すことを強要されるんだが。だからそれ断ればいいだけやん。実際仕事探しませんって宣言しても生ポ切られたなんて話聞いたことない。そもそも文書指導来ても従えば効力すぐ消えるからな。もらった金何に使ってるん？食費、家賃、光熱費、通信費でほぼ消えるよ。毎月数千円から1万くらいは残してる感じ。昨日の夕飯何食べた？麦ご飯味噌汁納豆めかぶ豆腐カツオのたたきだったかな。生活保護のネックって住居がしょぼいことやと思うんやが防音性どうなん？よければ大当たりやん。もともと住んでたアパートから申請したけど、住人次第なとこある。何してる時が一番楽しい？飯食う時と動画ゲームしかないわな。今楽しみなのは優雅ごとく8と試練6の発売日。PS5 持っとるんか？持ってる。発売日に抽選当たって買えた。まあお前も一時的な保護でずっと生ポのやつって本当にいないからな。8年生活保護受けてるけどな。これできるメンタルあるなら働ける定期。健康な人は申請できません。健康でも生活に困っていたら申請できるはずです。申請書は渡せません。それは申請権の侵害ではありませんか。渡さないのは法律違反です。働ける人はハローワークに行って相談してください。ハローワークには後で行きます。その前に生活保護の申請をします。あなたは生活保護に該当しません。それは、申請してから調査の上で判断してください。前に住んでいたのは〇〇市ですね。じゃあ、そこに行って申請すべきです。今は住所不定なのでどこでも申請できるはずです。現在地のこの役所で申請します。アパートにはすぐに入れませんよ。施設に入った後様子を見させてもらってからです。とりあえずアパート入居費用を申請して待ちますのでそれから判断してください。ホームレスの方は決定が出るまで施設に入ってもらいます。施設を希望する場合、どんな施設ですか？施設を希望しない場合、施設は希望しません。個室の安い旅館、ネットカフェなどで宿泊させてください。生活保護の相談にいらっしゃったのですか？申請に来ました。若い人は申請できません。年齢は関係ないはずです。住所のない人は申請できません。住所がなくても現在地の役所で申請できるはずです。働ける人は申請できません。働けるとしても収入が少ないとか仕事が見つからなくて生活に困っている場合は申請できます。今日は申請する人がたくさん来ているので明日来てもらえませんか？今日申請しないと生活に困るので待っています。または、では、申請書を置いていきます。ホームレスの人は自立支援センターに入所してもらうことになっています。私は、自立支援センターを希望しません。生活保護の申請をします。申請してもすぐには保護できないですよ。生活に困っているのでなるべく早く決定してください。所持金がないので生活費の貸し付けをお願いします。あなたが昨日泊まったところは、こことは違う管轄ですから、そこに行って相談してください。申請の前の日に泊まった場所でなくても現在地のこの役所で申請できるはずです。なんやこのマニュアル、すげえ。何の病気もないのにもらえんの？もらえる。問題は何の病気もなく生活保護を受けていたらやる気あるケースワーカーが担当になった時、働けよっていう圧力をかけてくる。ただ、それには何の意味もないから無視してればいいだけなんだけどね。
どうせ月1くらいの訪問我慢しとけばそのうち担当変わるしな。指導して停廃止まで持ち込むことは制度上できるけど、実態としてはほぼない。生活保護者を一人一人見て回って社会復帰が散らせるような気合入ったやつ、普通に考えればそうそうおらんよな。やる気あるやつはそもそもそんな職に就かないし。その通り。やる気あるやつが公務員とかなろうと思わん。定年までおとなしく安泰に暮らしていこうって人ばっかよ。人生失敗した時の最後の砦があるのは安心感ある。今回は生活保護スレを紹介したよ。ご視聴ありがとうございました。